病にはその症状や患部の場所によっては誰にも相談ができずに不具合を長年抱え込み辛い毎日を過ごされている方々がいます。婦人科の子宮脱もそういった病気の一つです。1915年、都城市に産婦人科として開業した丸田病院です。明るい待合室には病院では珍しく和室が設けられ、幼い子や高齢者などに優しい心遣いが施されています。受付にはウェブによる予約管理システムを導入し、待合室が混むこともなく ID ナンバーでお呼びすることで個人情報漏洩や院内の感染対策に配慮しています。さらに治療方針の一環として高気圧酸素ボックスを導入し、患者さんの体調を整え治癒力向上にも努めています。患者さんに感謝される診療をモットーに、経験豊富な産婦人科医3名とスタッフが互いに連携を取りながら、さまざまな婦人科疾患に対して専門性の高い医療を提供しています。特に子宮脱の手術は現在までに500症例を超え、患者も30代から90代までと幅広い年齢層に対応しています。その子宮脱の治療に長年当たってきたのが丸田重則院長です。子宮脱とは、子宮が脱すると書きますが、文字通り子宮が体の外へと飛び出してしまう病気のことです。女性の骨盤の底には子供を産むために産道という大きな穴が開いています。この穴を塞ぐようにして骨盤には骨盤底筋群と呼ばれます多くの筋肉がハンモック状に貼られていて、子宮や膀胱などが落ちないように支えています。この骨盤底筋群が傷ついたり緩んだりしますと、子宮などの骨盤内の臓器が膣の方へ下がってきて、ついには体の外に出てしまうのです。これが子宮脱です。子宮だけでなく膀胱や直腸なども出てきますので、最近は子宮脱を骨盤臓器脱と呼ぶようになってきました。今回は子宮脱という呼び方で説明させていただきます。何が原因で子宮脱になるのでしょうか。骨盤底筋群は妊娠や出産、加齢や肥満、力仕事などが原因で傷ついたり緩んだりしてしまいます。出産を経験した女性や更年期以降の女性は子宮脱になる可能性が高いと言えます。具体的にはどのような症状を感じるのでしょうか。はじめは何か膣の方に下がってくるといった不快感を自覚される方が多いようです。子宮脱が進行していきますと、股の間に何か挟まった感じとか、ピンポン玉のようなものが出てくるといった症状が出てきます。さらに進行しますと、常に脱出したままで全く戻らなくなります。脱出した子宮の表面は乾燥し、ただれるようになり、そこから出血したり痛みを感じるようになります。また尿が漏れる、尿が近い、尿が出にくいといった症状もよく見られます。こういった不快な症状は著しく毎日の生活の質を低下させます。骨盤臓器脱で膀胱脱を経験された患者さんに最初の症状をお聞きしました。最初はだから畑仕事してた時に、あらちょっとおかしいよねって、ぬるっとするよねって、でまあここ来てみたら、まあ、先生がほら、あなたの場合は膀胱が下がってるって、下がってるから織物が出るって言われて、ああそうかって。子宮脱の治療には保存的治療法と手術療法があります。まず保存的治療法とはどのようなものでしょう。手術はちょっとと躊躇されたり、いろいろ他に病気を抱えられておられて手術ができない方には、ペッサリーなどの膣内装具を使用します。これが保存的治療法です。装具を装着することで子宮を元の位置に戻して症状を取ります。装具を外しますと元に戻ってしまいますし、根本的な治療にはなりません。根本的な治療が施せるのは手術療法となります。手術療法はいくつかありますが、当院では主に膣の方からの骨盤底修復術を行っております。進行した子宮脱の場合、子宮とともに
膀胱や直腸が体外に出ています。まず子宮を摘出し、次に膀胱や直腸を膣の壁から剥がし、そしてお腹の元の位置に戻し、下がらないように処置します。これが子宮脱の基本的な手術になります。膣式骨盤底修復術は歴史のある手術方法だそうです。手術自体は膣式子宮全摘出術と前後の膣壁形成術の組み合わせで従来から行われてきました。50年以上の歴史があり、その間多くの改良が加えられ、再発の少ない術式として進化しています。体に負担の少ない優れた手術だと思います。1年前に友達がここで手術を受けたんですよ、子宮脱で。でその方はもう10年間苦しんでて、もう日に日に元気になっていくのが見えたもんだから、あ、私もやっぱり手術受けようって思ったんだけど、心臓弁膜症を持ってるし、血圧は高いし、もう年もほら70をとっくに超えてるから、で先生にできますかって聞いたら、先生が笑ってから大丈夫だよっておっしゃったから、もう本当にホッとして。子宮脱の手術は30代から90代までと幅広く行われています。子宮脱の症状は患者さんにより様々に自覚されます。それらは膣全体が下がったように感じる性器の下降感と言い換えられると思います。違和感、そして尿が出にくいなどの症状があれば、早めに相談されることをお勧めいたします。本当に手術して大変なのは2、3日なんですよ。だからこういう病気を持っている方が一日も早く楽になってもらいたいのが私の希望なんです。我が国では子宮脱の実態がほとんど把握されていません。しかし日常の診療の中で悩んでいらっしゃる女性は非常に多いという実感を受けます。患者さんの悩みはとても切実です。私どもはこのような患者さん方が一人でも多く楽になっていただけるように努力しています。一人で悩まないで、まずは私たち産婦人科医に勇気を持って相談していただけたらと思います。